7レースの A 級準決勝スタートを切りました5番車の坂本内から2番の久木カストが上がってまいりましたが一目散さっと飛び出したのは5番車の坂本拓也の方ですスタートを取ることができました昨日の予選競争は豪快なまくりを打って連に絡むことができました今日はこの5番の坂本は久保田の後ろということになりますその久保田がゆっくりと上昇してまいります これでまずは福島勢、6番の久保田、そして5番の坂本です。2番車の久木はこれで3番手の一撮り、4番車の吉川、2番4番、徳島コンビ。人気の2人が現在は3番手、4番手の一撮り、そしてその後で様子を見ていこうというのが1番の伊藤です。一方、関東、南関東の2人、7番車の斎藤と3番車、稲葉は後方の6番手、7番手の一撮り、 斉藤和重ですが昨日の予選競争果敢に逃げていますさあ今日も思いった先行観光するのでありましょうかその7番の斉藤はじーっと後方の6番手最高峰が3番の稲葉一馬ですさあゆっくりと4コーナー回り切ろうというところで 群馬の斉藤一茂上がってて残り2周一気に飛び出していきます今日も思い切って数を切ろうというのか7番の斉藤3番車の稲葉がマークをつけているさあ今度は2番の久木勝登は上昇です入り替わり立ち替わりと激しくなってきた一気に1番2番車の久木が抑えて4番車の吉川ながら今度は6番の久木煌太が上昇です6番の久木煌太が先行に変わります坂本マーク福島コンビ さらに今度はもう一度7番の斉藤和が上がってレス残り1周の 400m を切りました先頭6番の久保田そこを一気に7番の斉藤和重がまくろうというところか2コーナーから向正面さあもう明けになってきた久かそれとも7番の斉藤かバックから3コーナー結局7番の斉藤は力尽きていますさらに後ろからは2番車の久,久木踏んでまいりまして直線その2番の久木が抜けて1番の伊藤か 2番、1番、そして3番の稲葉か一気に外から2番の久崎が一気に強襲してまいりましたリプレイで確認しましょうそして1番の伊藤ということになりますと初日のシード組ご覧の通り2番の久崎そして1番の伊藤3着、3番の稲葉一馬です。